はい、今日はですね、2023年8月の27日、時刻はですね、1時38分。今ここでですね、食事とですね、食事してばあれですよ、ちょっと待ってね、握り飯とですね、それから、いや握り飯ですよ、食べて、その後ちょっとあの歩き取りをしたんですよ。暑いほんで、いやあのあれですよ、あの歩き取りはね、あのここはあの足湯が有名なんですよね、足湯。ほんで人がいたけど、そのほらアップで撮れないですからね。ですから遠くからこう、そういうこういう感じですよっていうのを撮っただけだったんだけども、それでもね、どれぐらい、ビデオ自体はですね18分ぐらい回してましたけど、使えるのはその半分ぐらいじゃないですかね。やっぱりですね、あのいつもみたいに動画の場合はあ、ちょっとあの飴を舐めます。喉飴ですね。あれの場合ですね、動くものがないとですね、ちょっとね、あの動画的にはですね、動画と思いますがよ、シャレですけどもね、一箇所だけですね、何でもないあのワンカットだったんですけど、何系あれは、アコウの木の下にですね、あれは何系、なんかね、シソの葉っぱみたいなのがね、植物が高さが20センチぐらいの植物があってですね、それがね、浜風にね、こう揺れてるのがあったんです。そこは良かったな。だからあの私がいつも言うみたいに、ビデオスライダー、ビデオスライダーって言うけど、ビデオスライダーはあのこういう景色にはあんまり合わないのかもしれない。あ、正面に見えるのは、あ、右の方にね、話変わりますけど、船が係留されていい感じなんですけどもね、動いてくれればいいんだけどな。あ、ここ、これから渡るところ、牛ね、大橋って言うんですけど、これね、何度も言ったんですけども、これはここで組み立てたんじゃなくてですね、七つ島の方で組み立てて、クレーン船でですね、ここまで運んできたんです。で、そのね時に、ここを設置する動画はですね、私がお仕事としてですね、撮ったことありますよ。もう何十年も前ですね。あ、これからですか。これからね、あ、あれでしょう、話変わりますけど、雲の感じがいいでしょう。ちょっと周りの風景はちょっと黒くなりますけど、その分なんか雲が、よく映ってる。これからですね、貝方まで行きます。貝方はですね、この、道路沿いにこうあるんですけど、高倉健さんの、映画で「蛍」っていうのがあって、その中のですね、撮影地でもあるらしいんですよ。あるらしいんですよっていうのは、これはもう人の情報、あのインターネットでですね調べた情報ですから、らしいって
言わないかんけども、私がねこのおまかせテレビをしてる、あそうか、おまかせテレビをしてても撮影現場あたりの動画をアップして YouTube にアップするのはいかんでしょうからね。あ、一緒か。ここ左行きます。あんま汗かかないんだけど、冷房かけてるのにもかかわらず汗が止まりませんがよ。あ、カメラちょっと右向きますからね。なんかね、穏やかすぎてですね、もう静止画の世界ですね。あそこで、いや、おまかせ、あれを、なんけ、ビデオスライダーを使おうかと思うけど、もう使っても一緒かもしれない。動くものがあるとですね、それを追いかけることができるんですけど、わかりますかね、あの漁船はね絵になる形で浮かんでるんですよ。なんだけどね、動きがない。この辺りほら、あのカンパチですかね、ブリか、あのそれの養魚場があるんですけどもね、それにね餌をあげる、そういうのがね、あ、今も時間的にあれかもしれませんね。そういう時間じゃないのかもしれない。でもいいですよ、見る限り。あ、あの買い物だけも見えてますもん。買い物だけの山の巣にってあれです。日暮れにゃ鳥も帰るのに、君は船の竹島はるか海を眺めて君しとですかね。鹿児島の人間で、しかも南国城を好きだっていう割には歌詞をちゃんと覚えてませんからね。あのね、まっすぐ、あの、まあ、カメラ右を見ているあれよりもね、横を流れる景色の方がいいですよ。いや、チラッと見るだけですよ。チラッと見るだけ。あ、ここはちょっともうまっすぐしましょうね。岬の風に咲いて散る、ここの信号だったですかね。右行きます。ビデオスライダーをね、あ、ここじゃないか、ここじゃない、ここじゃない、竹島はるか、ここですね。貝形漁港って書いてあります。どう行こうか。まず左行って引き返していきましょうね。ほら、
いいなぁ、いいけど動きがね。いいですよ、ほんといい。あ、横がいいなぁ。これは歩き取りをせんないかんかもしれんですね。ずっと待ってきましょうかね。高倉線さんのですね、写真っていうかポスターがね、あったりしますけどね。あれもないけ。前はここにあったような気がしたけど。ぐるっと一応あれしましょうね。あー、そこに車止められますね。海もだけど山もいいですね。ほら、雲と山のコントラストがいい。左を向けばよかったですね。結構あれですね、この港は広いというか長いですね。何度か来たことありますけども、改めてこうするとあれだわ。ここでここまでですよ。ここまでここまでだけど、あ、ここは公園になってるんですかね。ここまでずっと歩くのあれだけど、ぬっかこう車が止められるんだったら、上は立ち入り禁止って書いてある。とりあえずこの動画はですよ、桜島をちょっと見ますけど、ここあたりでお開きしましょうね。ちょっとね、中途半端な絵作りになったけど、ここでお開きしますね。はい、ありがとうございました。